BTS のリーダー RM がインスタグラムにアップしたある投稿をめぐって BTS の公式アカウントが大荒れしています。キム・ナムジュンは歴史上最も醜い男ですといった攻撃的なコメントや嘔吐する絵文字を連発して不快感を表現する悪質ユーザーたちの投稿でコメント欄がひどい状況になっています。さらにこの内容について韓国の全国民も強い怒りをあらわにしているようなのですが、その理由とは一体何なのでしょうか。今回は BTS のアカウントが大荒れしている理由について詳しくお伝えします。去年の12月、 BTS のメンバーがインスタグラムの個人アカウントを開設したことはファンたちにとって驚きのニュースでした。新しい SNS をメンバーたちもそれぞれ活用し、長期休暇中にもかかわらずたくさんの投稿を通じていろんな日常を共有してくれていますね。 RM もまたインスタをよく更新してくれて、彼は趣味である美術館に通う写真を多く投稿しています。センスの良い画像と休日を満喫している彼の姿にほっこりした人も多いことでしょう。そんな RM が先日インスタのストーリーにアップしたある投稿が原因で BTS の公式アカウントのコメント欄が炎上してしまいました。 RM が公開したのは中国で行われている北京オリンピックのスケートレース映像に拍手2つとグッドマークの絵文字が書かれたストーリーです。一見何の問題もなさそうな投稿ですが、なぜこれが炎上しているかというと、現在このレースの判定をめぐって韓国と中国との間でかなり激しい対立が起きていることが背景にあります。そして中国ユーザーたちの反発が RM にも向けられ攻撃されている状況です。2月4日から北京で行われている冬季オリンピックですが、各競技で微妙な判定が議論になっていますね。日本代表の試合でもジャンプ混合団体でスーツの規定違反で失格となり、涙を流した高梨沙羅選手の判定に連日賛否両論が巻き起こっているのご存知の方も多いでしょう。そして今回韓国の選手が出場したショートトラックでもレース後のジャッジで失格するという事件が起こります。それが RM が投稿した映像の瞬間でした。 RM のストーリーを詳しく見ると、これはショートトラック 1000m 男子準決勝のレースで韓国の選手が前を走る2人を華麗に追い越していますね。狭い隙間を上手にくぐり抜けたように見えますが、実はレース直後ここでの行為が問題で、この韓国選手は失格になってしまいました。これには RM だけでなくオリンピックを楽しみにしていた韓国国民も驚きを隠せなかったようで、ネット上では誤審ではないのか、追い抜いたら反則なの、ルールがよくわからないなど判定について否定的な発言が絶えず書き込まれています。さらに他のレースでも2位でゴールした韓国選手が反則で失格となり、ショートトラック男子では2人の韓国選手の決勝進出が取り消されることになります。そして問題が大きくなっている最大の理由が、韓国の選手に代わって決勝に進出したのが中国の選手だったこと、そして結果的にこの競技の金メダルと銀メダルを中国選手が獲得したことでした。そのため一部の韓国メディアからは、母国開催の選手を優勝させるために韓国の選手2人を脱落させたのではという疑惑まで上がり、特に20代から30代の韓国の若者の間では中国が不正したと反中感情が爆発している雰囲気だといいます。以前から韓国と中国との関係は日韓関係と同じくらい敏感な問題で、あるアンケートの結果では韓国の若者の10人に6人が中国嫌いと答えるほどでした。それが今回のオリンピックをきっかけに再熱したのでしょう。このような流れの中で RM はストーリーをアップします。レース映像と絵文字3つというシンプルな表現でしたが、この投稿に韓国国民全体から RM かっこいい、間違いを指摘できる勇気がある人、応援しますと強い支持を受けているようです。一方で中国側はこのような韓国からの多くの批判に対して真っ向から反論しています。ビデオ判定というルールにのっとった結果をなぜ受け入れないのか理解ができないというのが中国側の立場で、中国メディアや国民からは韓国選手こそなぜこんなに反則を起こすのか、
高画質のカメラに感謝するよ、など韓国側への応戦や反帝を支持する声が続々と上がっています。そしてその反発意識から RM への投稿へも非難のコメントが殺到するようになりました。また RM が投稿した映像が韓国の選手が中国選手2人を追い抜くシーンだったことも中国ユーザーたちを刺激してしまった理由のようです。 RM が反中感情を持って今回の投稿をしたわけではないと思いますが、中国側にとっては韓国国民からの反論も重なって自分たちの国を否定されたと感じる内容だったのでしょう。現在 RM はコメントを BTS のメンバーのみに制限しているため、 BTS の公式アカウントから RM に向けて中国ユーザーたちの悪質コメントが書き込まれている状況です。その内容はとてもひどく、嘔吐する絵文字を連発したり、負け惜しみだね、中国に来ないでくださいといったものから、中にはキム・ナムジュンは歴史上最も醜い男ですと誹謗中傷的な内容までありました。そんな荒れたコメント欄を見た世界中のアーミーたちが力を合わせてコメント欄を浄化しているのも BTS の影響力を感じる瞬間かもしれません。アーミーたちは嘔吐する顔文字や悪質コメントに BTS を象徴する紫色のハートの絵文字で応戦し、コメント欄は紫のハートでいっぱいとなっています。今回 RM が投稿したストーリーについてはネット上でも意見が分かれました。彼のインスタを支持する声には、自国の選手を激励することの何が悪い、実際どこが失格か分からないから理解するというものがある、逆に BTS の影響力を考えるとやはり発言は気をつけた方が良かった、問題シーンをあえて載せる必要はあったのかといった意見が反対派からは出ています。頭のいい RM なので今回のストーリーもきちんとした理由がある、責任を持って投稿したことだと思います。ただ中国ユーザーのテロとも捉えられる悪質コメントは擁護できませんし、イラッとしたファンも多いことでしょう。それでもその挑発に乗らず紫のハートで RM を守ったアーミーの行動は本当に立派ですね。今回の一件で注目された RM のインスタですが、周りの声は気にせずにこれからも RM の世界観を表現した投稿を続けてほしいと思います。